がってたんだ。板が切れたとか、そんなような。かけた。しました。本田きりと申します。よろしくお願いします。で今日は、出身は北海道の札幌市です。武蔵野美術大学のテキスタイルデザインというところにいました。まあ、紙を切って、揉んで、こうちぎって、撚りをかけるっていう。以上で、実演をしようと思います。北谷さんです。北谷さんと言います。と一緒に私服教室やってくださっています。この切る幅でも糸の太さが違うものができて、これ普通に和紙じゃない紙だったらこの時点でちぎれてしまうんですけど、強いので全然ちぎれないです。泡紙がちぎれないって言うといけない。泡和紙がいいと思う。こんなくらいで。ちょっとくちゃくちゃにして。見てます。そう。これ、だから、これするために。これ、やがてです。普通のだけや。普通のやがて。やがて。やがて。前藤田さんがここを直してくれて、やたては見るとついかも分かりませんね。小水上のところはやたてありますね。はい、はい、まあ、よく考えたもん。野生でもらえる時はやたてあんまりない時で、ちょっと戻してここに。あ、そうですか。私寄った糸をここの表に飾ってるので、後で見てください。ああ、ねじれてる。うん。最初これ寄っていくんだと思って想像してる。最初はね、これが故障してたからここいらやっとるで、全部ついているよ。えらきも。なんか本当に昔話にしてた。それも鶴の恩返しでしょ。もう手でやることによってはすごい早いですね。はいはい、すごい道具だな。最初糸車動かなかったけど、いろんな方がやってくれて動くようになりました。そういう意味だというか、今容量をかけた糸でちょっとこれを体験というか取り始めちゃう。